あの日の僕らは命を懸けうるものがあると信じていた。それがどんな代償を払うものか知りもしないで。3月10日、僕たちは帝国領内を進撃していた。あの戦争こそが僕たちの青春だった。進撃を続ける彼らを待ち受ける帝国軍の反撃。雪だ。あの雪の前兆なんてなかったはずだ。逃がしはしない。私、選ばれた証を見せ、現代に蘇ったバルキュリー、一刻も早くこの領域から離れるんだ。言っただろう、いい女は逃がさないってな。深い嘘、戦争に翻弄されながらも僕は狂ってる。戦争という狂気に飲み込まれてしまった。全ては戦争を終わらせるために。大切なものを守りたくて自ら戦争と共にあった。あちゃー、極寒の地での戦いは熱い友情の物語だ。生きてハーフェンに帰ろう。笑っていてほしい、一緒に待って。